オイラーは数値計算パッケージであり、オープンソースかつフリーソフトウェアである。行列演算公文やノートブック形式のインターフェースを備え、プロットを描画することもできる。オイラーは実数、複素数、理算値、ベクトル、行列を扱うことができる。また 2D、3D プロットを行うこともでき、数式処理システムとしてマキシマを使うことができる。 オイラーは Windows で実行することができる。UNIX および Linux 版では計算機台数システムを内蔵していない。オイラーマスツールボックスはもともと1988年にあたり ST 用に開発され、当時はターンにオイラーという名前だった。しかしインターネット上ではオイラーという名前は他にも多く使われていて紛らわしかったため現在の名前に変更された。 開発の目的は数値計算アルゴリズムの検証と計算結果の可視化及び学校の授業で使えることであった。オイラーマスツールボックスはほぼ同時期に開発が始まったマットラブと似た行列演算の公文を備えている。その当時から現在まで開発はドクアイヒシュテッド・インゴルシュタット・カトリック大学のルネ・グラスマンが主に言っている。2007年にはオイラーは マキシマと統合された。マキシマとやり取りするための機能が追加され、オイラーの数値計算エンジンと融合を図っている。しかし、オイラー時代の開発目的は詰まるところ、微分析文学に関する高度な計算を行うことであると言える。ありがとうございます。